皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、女性の起業家1年生が最初に持つべき経営的視点と経営マインドということについてお伝えしたいと思います。起業される方っていうのが、特に自宅教室開業の場合には、店舗をものすごい資金を貯めてお金をやって借りるとかっていうのではなく、自宅でさらっとできてしまうので、そういう、大掛かりな決意とか大掛かりな準備とかがなくてできてしまうのが、いい点でも悪い点でも、自宅教室開業なんですね。なので、先生によっては、確定申告もしないとか、要はそれだけの稼ぎがないからっていうことなんですけれども、開業届も出さないという方も非常に多いのが自宅教室の領域になっています。ただ、例えばパートさんで時間を縛られて、時給制で働くよりは、自分が好きなことで家で子供の面倒を見ながら、好きな時間で家事とかをやりながらということで考えるのであれば、もちろんそれはそれで、いわゆるママ企業とか言われている企業になるんですけれども、別に否定もしないですし、それはそれでありなんじゃないのかなっていうふうに思います。ただ、私が、これからお伝えしようとする起業家1年生っていうことはですね、ビジネスとしてやっていきたい方のためのお話をこれからしていきます。ビジネスとしてやっていきたいということは、収益が出し続けられる、会社、個人事業主だったら教室の体制を整えていくことができるかって、これ経営的視点になります。であと、それを支えていくのに非常に必要なのがマインドの部分ですね。実は私、こういった本を出しているんですけれども、こちらの本の著者ではあるんですが、しっかり稼げる自宅教師の開業収穫バイブルということで、この本、今日現在で出て、1年半くらい経ってます。いまだにいろんな先生からコメントいただいたり、メッセージいただいたりとかして、普遍的な内容が書かれているバイブルっていう形になってるんですけど、この後ろの方の章の方でですね、ノウハウではなくて、マインドの部分ですね、どういう心持ちをしたらいいのかっていうことで、こちらの方にね、書いてあるんですけど、非常識なマインドで生徒さんを引き寄せるということで、この文章のところがですね、読者の方には非常に好評で、結局いくらノウハウを知ってもマインドが整わない方は売り上げを上げることができないので、私は両方同時に整えることをお教えしています。ということで、1年生が持つべきもの両方お伝えをしていきたいと思っているので、まず経営的視点と、あと起業家マインド、経営マインドですね。この2つを今日はテーマにお伝えしていきたいと思います。はい、そして、じゃあまず先に経営的視点の方をお話をしていきます。先ほど申し上げましたように、趣味化しているような形、趣味化しているというのは、収益が出ていないということになります。ということは、同時にどういうことかっていうと、満席が続いてるからすごい教室ということではないということになります。満席で赤字の教室もたくさんあります。なぜ赤字になるかというと、売上、要は講習料、レッスン料と原価がほぼ一緒っていう教室も結構たくさんあるからです。満席になりやすいです。なぜなら、原価ほぼほぼで習えることができるので、そこに指導料とかっていうものが入っている教室と比べたらとてもお得に見えるからです。結果、満席になったりしやすいです。で、それが嬉しい方は趣味の世界ということになります。収益が出ていないからということですね。なので、満席でワイワイ楽しくやって利益が残らないっていうことを否定しているわけではないのですが、それは趣味の世界であるっていうことは知った方がいいです。起業として、きちんとやっていくっていうことは、お金が残る体質に教室を作っていかなくてはならないので、比較されて選ばれて、それでお客様、生徒さんが来るっていう状態を作らなくてはいけないので、簡単な話ではないですね。やはり、きちんとどういう人を呼びたいのか、どういうふうに来てもらいたいのかっていう、数字の面も含めてです。いくらだったら、どういうふうに儲かっていくのかっていうことも含めた上で、近隣教室の状態、あと全国区なら全国区での自分の立ち位置を把握して、それに合った生徒さんを呼ぶっていうことをするのが集客活動なので、よくありがちな話なんですけど、
お菓子が好きだったからお菓子の先生になる、パンが好きだったからパンの先生になるという人もいるし、それで成功しちゃう方もいらっしゃいます。実際にファンがいっぱいついて。で、それはどちらかっていうと稀でですね、好きだからなるっていうことで人がわんさかわんさか集まってくるほど、今の時代の教室企業っていうのは甘いものではないです。昔より圧倒的に教室が増えてます。みんなが普通にポコポコ教室を建てられる環境になっちゃったからなんですね。あとは皆さんが普通に起業っていうことがそんなにハードルが高くないんだってことを知ってしまったからです。会社員から、私のように会社員から独立自営やられる方もいらっしゃいますし、パートさんからなる方もいらっしゃいます。今はどうでしょうかね。会社員からなる方も結構多いと思うんですけど、そうすると大概皆さんのご相談を受けてると、会社員と同じ年収を希望される方が多いです。で、これ初年度から達成するのはなかなかね、大変なんですよ。なぜかっていうと、会社のブランドで会社が仕事を取ってきて、その中の一部の業務を割り当てられてるだけで動いてただけなので、会社のブランドと会社の名刺で動くことができていたわけですよね。それが丸裸になった個人の状態でどうやって信じてもらえるのかっていう、その信頼と実績を積み重ねるのに時間かかるんですよね。私が会社員だった時に独立自営を決意していたのは5月でした。翌年の1月に教室をオープンするって決めていましたが、会社を辞めたのも8月です。ということは、会社に辞めることは悟られてはいけないので、覆面状態でブログをずっと書き続けました。予備隊生徒さんに響くようなお役立ち情報を中心にずっと書き続けました。なので、結局信頼構築をするのに半年はかかってるんですね。1月のクラスを10月に募集をしているので、5、6、7、8、9、10、6ヶ月やっぱかかってます。ファンが300人、400人ついたら、まあ10席、20席ぐらいはなんとか埋まりますかね。私の場合、それでもさらにハードルが高かったのはコース制だったので、1回の支払い額が約5万になるので、通常のパン教室より全然ハードルが高い集客をしなくてはいけなかったので、そこをやるための信頼構築はブログが一番の武器でしたね、当時は。今はまあいろいろありますけれどもね。そう考えると、やはり準備に半年はかかってしまうんですよ。そうすると、会社員と同じ年収が欲しいっていうのはなかなか至難の業でですね、どれだけいるうちにダブルで仕事をこっそりできてるかとか、なんかこっそり準備ができてるかっていうのが非常に大きなポイントになってて、ファン作りっていう意味で。ブログはまあ覆面でもまだまだしやすいかなっていうふうに思いますね。辞めた後は当然顔出しです。顔が出てる方が集客上は全然有利だからですね。で、そこからやって体験会やって、それでまあ1月を迎えたっていうのが私の経緯なので、1年目っていうのは会社員からの転職の方、特に私の場合600いただいておりましたので、初年度は395万だったかな。まあ約半分になってます。なので生活かなり切り詰めました。2年目で450になって、3年目で600に戻したので、なかなかね、大変でしたよ。なかなか大変でした、元の状態に戻した後、伸ばしていくのは、会社員でいるよりは全然スピードが速い時期に1000万っていうのを超えることはできているので、会社員よりも働いていると思います。ただ、働かされてるのではなく、自分で働いているので、嫌な気が全然しないんですよね。結構自由な時間も取ってますしね。楽しくてやってるだけなので、それはやっぱ会社員時代にはなんか、もちろん会社員の仕事を否定してるわけではありません。会社員でもやりがいと生きがいを持ってやるっていう生き方を見つけるのは全然いいと思います。私は私がやりたいことだけ自分で仕事を作り、自分で仕事を選んでやりたいタイプなので、全国に行きたいって言ったら全国に仕事を作ればいいだけの話なので、沖縄に行きたいって言ったら沖縄に仕事を作る、北海道に行きたいって言ったら北海道に仕事を作ればいい。ということで、セミナー講師、コンサルタント、これは私の天職であるというふうに自分では思っているわけですよね。パンの先生とかはね、動けないです、なかなかね。 オーブンとともに動かないといけないから、私のクライアントは関西と関東に、大きな拠点で2つの拠点があって動いてもらってますけど、関西のメンバーが関東に来る時に、関東のメンバーのところでね、コラボイベントやったりとか、こちらから関西に行った時にその場所を貸してもらったりとかっていうことはやったりはしますけれども、やっぱり通常オーブンとかなんか設備がないとですね、教室が開けないのが、お料理関係の先生とか大変だなっていう感覚はありますね。なんで、私もパンの時にはあんまり自宅から動けなかった。
のはありましたけどね。ただ、そのしっかりきちんとお金をいただくっていうことは、それに見合う価値を提供しなければ絶対集客はできません。なぜならば趣味の教室がいっぱいある中で比べられて選ばれて高くても来てくれる風にしていただかないといけないから、魅力的なクラスでないとダメっていうことになります。なので、自分がやりたいことをやりたいように、ただやるだけの教室ではほぼ集客ができないと思って間違いないですね。お話伺ってて、リサーチを皆さんほとんどしてないで開業している方が非常に多くて、要は思いだけでです。自分はお菓子のなんとかのディプロマ取ったし、それを人に伝えたい、教えたい、みんなに笑顔を与えたいとかいうことでやる。動機は悪くないです。だけど絶対的にビジネスでやるなら、まあ近隣の状態、どういうもの、あと呼びたい人が望んでいる、例えばお菓子ならお菓子作りとか、時流とか読まないと、結局集客できないんですよね。だから、まあ、やりました、やってますとか言っても人は来ないっていう状況になったら、結局廃業に追い込まれることになりますのでね。せっかくならやっぱりその長く続く教室を皆さんに作ってもらいたいなと思って、私こういうコンサル活動してるわけなんですけどね。なので、まず1年目に持ってもらいたい経営マインドは、一言で言うと、稼ぐと決めるということです。自分で稼ぐと決めるということです。稼ぐっていうのは利益が出ないと稼いだことになりませんから、趣味の教室にしちゃう方が値段が安いから集客が楽なんですよね。安くても来ない教室もありますよ、残念なことに。でも高いよりは安い方が集めやすい。だから皆さん値引きとか、きついのにって言ってそういう値段に走る方が非常に多いです。でもそこは稼ぐと決めるっていうのがまず必要になるので、それが経営的視点として数字的にどう組んでいくかとか、1年間例えば300、私初年度395で終わりましたけど、頭の中で450から600稼ぐイメージでそうなっちゃうんですからね。机上の空論通りにはいかないです、やっぱり経営って。だから特に初年度なんかはね、そのあたりは集客が難しいと思いますので、数字を意識しながら集客をしてみるっていうことにトライしてみる。その時の一番に考えなくてはいけないのは稼ぐと決める。ここが大事かなっていうふうに思ってる。これがまず経営的視点の話です。で、じゃあマインドの話ですね。マインドの話も、まあ、もちろん稼ぐと決めるっていうのもかぶってくるんですけれども、自分、そうですね、自分がどのようにありたいかを第一優先にするのが多分いいと思っています。どうありたいのかを第一優先にするっていうことは、外野の声をに左右されないっていうことですね。外野の声っていうのは、まあ半分親切、半分そんなの言わなくていいのにっていう、なんていうのかな、こうあなたのそれはね、なんかちょっとみんなに望まれないような気がしているとか、なんかそういうのちょいちょい言ってくる人とかいるんですよ。で、その時に、ああ、やっぱり私ってそうなのかとか、この人がそう言うんだしとかいうふうに思ってしまわない強い信念を持つということですね。家族に言われても一緒です。お前のそれやることなんて、きっとうまくいかないし、そんなのできると思ってんのかっていう、もしや自分が信じている旦那さんにそういうことを言われるケースもあったりします。だから自分を信じていれば、たとえ周りがどういうふうに言おうとも、ぶれない軸を持つことができるので、ぶれない軸を持つことができるのであれば、何かこう突出したことをやって、誰かに何かを言われるんじゃないか、ママ友からなんか、あの人先生とかになっちゃってるよとかいう誹謗中傷とか仮に言われていたとしても、スルーできる耳を持つことができます。だから心を強く持たなくてはいけないということですね。会社とかで働いてるとですね、まあ、言っちゃなんなんですけど、その教室レベルで出会う変な人レベルからすると、想像を絶するもっと変な人に会いますよ、会社でやると。そして自分の失態がもしかしたら会社に損失500万とか700万とか与えるかもしれないっていう瀬戸際のところで交渉に当たらなくてはいけない時とかあったりします。
そういう感覚から言ったら、教室授業の上で会う変な生徒さんとか、まあ、変な方とか、あと何やかんや言ってくる人目立ってて、なんかあんなことやって変なんじゃないのとか言ってくる人の耳をいちいち傾けてる時間がないんですよね。だからこんな風に言われる気がするとか言ってる先生ほど、そういうことを言われやすい性質があります。だから自分を信じて自分軸があれば、他人にどう言われようとも信じた道を行くっていうふうに決めているので、助言はアドバイスは嬉しいよ、ありがとう、でも私はこう決めてるからその道を行くんでっていうことで言い切ると、もうそういうことを言ってこなくなりますからね。そこの軸がちょっと人に言われるとグラ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 、この人に今度こう言われて、あ、じゃあそっちやらないといけないかな、とか、そういうふうに1年目ってね、すごくブレやすいんですよ。あとお客様の言った一言が10倍ぐらいに捉えてしまう人、お客様いい方もいるし、もちろんたまにはね、悪い方とかも当たっちゃうこともあるのかもしれないですけど、その時に何て言うのかな、自分の中でですね、重く受け止めすぎるとその人が全てっていうことになってしまいます。例えば30人中1人ちょっと悪いことを言っただけで、その1人がめちゃめちゃ自分の中でクローズアップされて、自分の中で全否定されたような気分になっちゃって落ち込むとか、他の方への態度もなんか暗い態度で接してしまうとかね。それは本当に、ナンセンスです。だから経営者ないしは独立事業でやるってことは、一人立つ、そして生徒さんを教えていくっていう先生の立場っていうのは、自分のマインドをどれだけフラットに保てるかっていう心との戦いでもあるので、切り替え力がどれだけ早いのかっていうのも一つ重要なポイントになります。女性は傾向として過去のことを一気に遡れる性質を持っていますから、ちょっとした一言ですごい過去の、ね、嫌なことを思い出してしまうんですよ。私は未来のことに向かって大概お話をしているんですが、クライアントさんもですね、でもですね、これからこういう今度施策をやってみたらどうなのっていうふうに仮に言ったとするじゃないですか、新しいアイディアとして。今までうまくいってないんだから、うまくいくんじゃないかなと私が思う新しいアイディアを与えるわけですよね。そうすると、私そういうことを昔やったことがあるんですけど、うまくいかなかったんですっていう答えが返ってきちゃう人がいます。どういうふうにうまくいかなかったのかって聞くと、私が言ってることとその彼女が前に実践したことは全然違うことだったりする時があります。それをもう、あ、それうまくいかなかったっていう、その過去のトラウマですね、そこにとらえられてしまうと前に進まなくなっちゃうんですよね。だからそういう時には、例えば私でなかったとしてもですね、それがいいアドバイスに違いないと自分が思える人の、信頼できる方のアドバイスだったとすれば、あ、そうだね、やってみるよっていう、その一言で十分だと思いますね。昔そうだったんでとか、やってダメだったんですよが、今新しいやり方すれば全然変わるかもしれないじゃないですか。昔の自分と今の自分は違うっていうことを自分は自覚する必要がありますね。その時できなかった自分が、じゃあやり方と内容を変えてやればうまくいくかもしれないじゃないですか。だから、それダメだったんですとか、なんかこんなこと言われたんですとかは全く関係なくて、その時初めてトライする、その挑戦が初めてなので、何度でも初めてを挑戦し続ければ、傷つくとか、トライするっていうことが怖いところからワクワクする楽しいことでしかなくなりますからね。今度はどんなことをやろうかみたいな。失敗っていう言葉は辞書からなくしてくださいっていうのをよく言います。私は失敗っていうことは基本使わないようにしていて、できないことが分かるだけっていうことを言ってます。だから人より多分、まあ、失敗って言葉を使う人は私は失敗している人なんでしょう、きっと。だけれども、他の人がやらない分多く失敗という経験をおそらくしているはずなので、他人から見たら。その分ゴールに行き着く可能性と、確率がめちゃめちゃ上がっていきます。だから自分を信じる力を持つっていうことが大事になるかな、マインドの部分ではですね。だからブレない軸、自信を持つっていうことになりますね。なので、要点としてまとめると、経営的視点のところは稼ぐという、覚悟を決めること、マインドの方は自分、ブレない軸を持つ、自信を持つこと、
自分を信じること、この2つが重要かなというふうに思いますので、1年目の方は特にこのことを意識していただければというふうに思いますので、頑張ってください。それでは。